元企業を応援するビジタネのコーナーです。今日は日本電さんです。あ、日本電さんは世界一のモーターメーカーですよね、うん、はい。まあ、大きすぎて全部はでも取材できないんじゃないですか、うん、もちろん。あの、前回はですね、日本電さん新歩というグループ企業をご紹介しましたが、今回は日本電さん本体の車載モーターを開発する滋賀技術開発センターを取材してきました。そんなね、あの、開発の現場なんて、うん、これまで絶対にカメラが入れなかった場所ですよね。そうなんです。長年にわたる競技図と日本電さんの信頼関係があったからこそ取材できました。本邦初公開スクープ映像です。滋賀県愛荘町にある日本電さん滋賀技術開発センター。この広大な開発拠点ではおよそ1000人が車載、つまり自動車で使われるモーターを日夜開発している。まさに日本電さん車載モーターの世界の総本山だ。さあ、中に入ってまいりました。もういきなりこの情熱熱意執念、これで迎え入れられるわけですけれどもね。あ、どうもこんにちは。こんにちは。早船専務、今日はよろしくお願いします。早船です。車載事業というと日本電さんの中でも、うん、長年時間をかけて大きな一つの柱になりましたよね。そうですね、うん、もう一番最初はですね、1995年にね、4人でですね、はい、これ素人が始めたんですよ。恐ろしいことにですね素人が始めたからね、はい、いろんな挑戦ができたんですけれども、実はモーター、自動車にいっぱい使われてるんですね。いっぱい使われてるんですよ、まあ、あの、高級車だと300個ぐらい乗ってると言われてましてですね、はい、300個も、はい、で平均しても30から50個、うん、このぐらい乗ってるんです。実は一番、じゃあ日本電さんの車載モーターの強いマーケットシェアを持ってるところっていうとどんなところなんですか。はい、それはですね、はい、ここについてますけど、これ、はい、電動パワーステのモーターでございましてね、はい、これはあの、車のステアリングですね、ハンドルを切るときに、うん、重たいんでですね、はい、これをちゃんとアシストしてくれる、うん、そのためのモーターでですね、これが1995年に、はい、車載事業を始めて一番最初にあの取り組んだモーターで、現時点でのグローバルのですね、はい、あのシェアがですね、うん、40% 近くに来てます。だから、来年にはですね、はい、50% を狙ってますので世界の車のですね、はい、2台に1台は日本電産製のモーターがついてると、うん、そういうところまで来ました。これはもともとは油圧って言って油の圧でコントロールしてたんですけど、それやったら燃費がね悪くなるっていうことで、この電動パワーステアリング増えてきたわけですけれどもね、はい、こちらがもう来年には 50%、はい、そして他にはどんな、例えばですね、うん、ここにあの小さいモーターが4つ乗ってますね、はい、これはですね、世界のデファクトスタンダードとまで言われている、はい、トランスミッションのコントロール用のモーターで、すで、うん、にもう日本電さんのグローバルシェア 50% を超えてます。2009年にですね、うん、量産を始めてもう10年になるんですけれども、はい、競合がこの性能のものをまだ作れない。10年経ってもまだ出ません。はあ、いかに10年前に画期的なモーターを作ったかってことですよね。はい、そうですね、我々あの特徴としてですね、うん、車載で始めたのではなくて、はい、IT から入ってきてますね、その IT の技術を徹底的にこれ詰め込んで、うん、はい、この大きさでこの高出力っていうものをその10年前に開発して、うん、商品化しましてね、誰も作れないモーターでベストセラーになってます。なるほど。あのカリスマ経営者を彷彿とさせる自信みなぎる早船専務の説明だが、この他にもパワーシートや冷却ファン、パワーウィンドウなど、モーターは車の中で省エネ利便性の向上のため活躍の場を広げている。日本はまあよく言われる系列と呼ばれる、はい、であの、うん、カーメーカーごとにサプライヤーさんが全部決まってると、はいはい、で我々あの独立系ですので、うん、全然入れなかったんです全然入れない。その時にですね、我々の性能をですね見てくれて、はい、これならいいよって買ってくれたのがドイツのお客さんなんで、だから先ほどご紹介したあの電動パワーステのモーターはですね、うん、ヨーロッパでのシェアは 50% をすでに超えてまして、まあよく言われるあれこれこれという高級車に全部使われてます。自動車に搭載されるということは、すなわち命に直結するということ。日本電さんの車載モーターは性能、コストはもとより信頼性の高さが世界で評価されている。そのモーターの開発現場に初めてカメラが入った。皆さんパソコンに向かって
黙々と仕事をされてますけども、はい、こちらはどんな舞台になるんですか。我々のモーターの性能を決めるところですね、はいはい、そこの CAE と呼ばれるコンピューターエイデッドエンジニアリング、はい、シミュレーションでですねモーターの設計をしているところです。出力とかトルクとかですね、はいはい、振動とかね、耐久性とかを全部今コンピューターで設計してるんですよ。そういうのもコンピューターで全部設計してます。それでこれでいいぞとなった時に初めて物を作ると、今物を作って評価するっていうのはもう時代遅れで、まずコンピューターで全部設計をするという。なるほど。世界中から今エンジニアを集めてですね、ここの開発をやってるところです。この奥の院の奥です。すごいですね。でここだけじゃなくて向こうまでずっと皆さんこう開発の方がいらっしゃって。そうなんです、まあ、ここはね世界の開発の総本山ですからね、はい、男性多いですね。ちょっとねもうと女性本当来てください。楽しい場楽しい職場ですので、ぜひ女性の方を来てください。皆さんモーター開発しましょう、はいはい、僕ちょっとさっき気になってたのがこのここねすごいね吹き抜けで階段スペースなんですけど、はい、このこれは日本電産の作ったものを置いてあるんですか。じゃないんですよ、ええ、我々やっぱり戦ってるのは競合ですね、はい、コンペティターと戦ってるので、はい、競合がどういうモーターを作ってるか、常に最新のモーターをね、市場から手に入れて、はい、バラして、まあ、我々のモーターとの比較をして、彼らが3年後に出すだろうと思われるモーターの3割いい性能のものを開発すると、そういうサイクルを回してるんです。そうしないとね、3年後にこれよりもいいものを作ったって売れやしないですよね。彼らだって改善しますから。なるほど、もうそこの競争、はい、ということは逆にコンペティターも日本電産のモーターを買ってまたそれを開けて見て、はい、っていうことの競争なんですね。そうですね、我々絶対負けないですから開発現場の至る所にモーターが置いてある。その中で今最も注目されているモーターを発見。今、ね、我々が一番力を入れているですね EV 用のトラクションモーター、はい、これ の試作品です。この試作品はですね2017年にですね、うん、発表したものでですね、はい、それからこれが2017年の末ですね、うん、作ったもので、かなり今量産に近い試作です。これをベースにした量産品がですね、はい、今年のですね5月についに市場に出ます、はいね、初めてです。そうですよね、だから本当に緊張の瞬間が近づいてるわけですが、うん、この特徴っていうのはどんなところであるんですか。これはですねこれ世界初とも言われてるんですけれども、うん、まあ、まあコンペティターもたくさん頑張って作ってますが、はい、ここモーターですね、モーター、ね、モーター、それとモーターはね回転数が1万6000回転まで回りますので、はい、自動車の車輪はね大体1600回転ぐらいでいいんです、はいはい、それで大体180キロから200キロ出ますので、これが大体1対10に減速するギアです。ギアですね。これね、そのモーターを制御するインバーターですね、はいはい、これが全部オールインワンになってる、はい、これそれをE アクセルというんですけどね、E アクセル、うん、これさえ入れればあとはもう動いちゃうと。今までのエンジン、トランスミッションの代わりにこれを入れれば車が EV にすぐなる、うんうん、そういう優れものです。これ、だこれもそうでしょ、そのモーターだけじゃなくてモーターにギアがついて制御、はい、でコンパクトで大出力、はい、一貫してますよね。そうですね、あとこれ全部内製です。全部全て自分たちで設計して、はい、特にモーターはもう鉄道アルミマグネットしか買わない、全部内部で作ります。まあ、これでね品質もね当然非常に上げられますし、デリバリーも保証できるし当然コストも下がりますしね、うん、これで中国を今から席巻しようとしてます。中国席巻するイコールもう世界を席巻するというところのもう大前提になってくるわけですもんね。そうです、今からですねやっぱり EV はね、うん、ちょっとずつ増えてくると思いますけど、はい、中国は独自の、ね、歩みをしてますので、中国今2700万台の車が走ってますが、はい、その中で EV は今年 10% 走りますんでね。そんなに走りますか。はい、走ります。これ法律で決まってますので。なるほど、はい、そこを我々が席巻すればもう世界を席巻したものと同じです。秋坂
美和、信用金庫デビューします。から早1年、今日は一日店長です。町の皆さんが信金を好きな理由がよく分かってきました。笑顔咲かせる、実らせる、信用金庫大好き。ランラララ、なんと KBS 京都で新番組が始まります。どんな番組ですか？週末のお出かけ情報を生放送でお届けします。生なんや。毎週土曜は肝入り、肝との肝ですね。例えば急な停電でも、うわ停電、外真っ暗、太陽光発電の電気を家で貯められたら、まさかの時でも大丈夫。そんな暮らしを支える技術、蓄電の日コン。日本電産滋賀技術開発センター、車載モーター開発の世界の総本山にカメラが初めて潜入しているが、オフィスフロアの横で世界一の開発スピードを実現する秘訣を見つけた。こちらが開発実験エリアっていうことで、専務、本当にオフィスのすぐ隣にこの実験スペースがあるんですね。そうなんですよ、ここの、ね、建物を作った時にね、はい、開発者がすぐにね、物で実験できるようにということで、もう隣を実験室で作ったという。いや、これも面白いな、はい、で実際今実験をされているところですね、はい、ちょっと見せていただいてもいいですか、はい、こちらはまたなんか回ってますね、これ回ってますよ。電動パワーステです。今ね、あの実写とかいろんなものでではなくて、はい、シミュレーションで制御ソフトも作り込んでいきますので、ここはですね、電動パワーステの制御の開発をしているところです、はい、これ以外の車とかですね、はい、人の動きとかは全部ソフトウェアでシミュレーションするわけです。でこちらも今作業中ですけどね、はい、なんか箱があって、はい、これ何なんですかね。これはね、高温層と呼ばれる温度をですね、はい、高い温度、低い温度にすることができる装置でですね、車っていうのはね、はい、室内でいうとマイナス40度からプラス85度、はいはい、エンジンルームだとマイナス50度からプラス120度まで温度が変わりますので、はい、その温度にした時に変なことが起きないかということでですね、温度をどんどん変えながら試験をしていると、はい、そしてカメラはついに心臓部まで到達。どれ見ても見慣れない機械なんですけど、ここまで見てもらっていいのかって心配になっちゃいますけど、はい、大丈夫大丈夫だそうです、はい、遠くから大丈夫って聞こえてきましたけど、はい、これ何してあるんですか。これはですね、はい、新しく作るモーターのですね、まあ、心臓部と言われるね、はい、そのローターのマグネット、はい、ここをですね、作ってるところでですね、ここでですね、はい、買ってくる製品っていうのはね、まずは磁石の磁力がない板なんです、はい、板ね、はいはい、それをこの機械を使って本物のマグネットにしていくわけです。磁力をつけると、はい、いうことですね、はい、でそれで磁力をつけたマグネットの、うん、ローターという回る部分ですね、はい、ここをこの機械で設計通りの時速が出てるか磁力が出てるかを計測しているところです、ははで、また僕ちょっとさっきから気になってるのが、これまた実験室で会議したの。そうなんですよね、もうこれやっぱりスピード開発なので、はい、これはねテレビ会議でですね、全世界の我々の開発拠点、はい、あるいはお客様とですね、ここでですね、もう直接技術的な打ち合わせをするということです。やっぱり全部英語ですね。あ、もうね、仕事の8割英語です。あ、そうですか、はい、へえ。でもチャイムは懐かしの音っていう防音室測定中という、はい、ここからの秘密の小部屋を案内させていただきます。ありがとうございます。お邪魔します。こちらは電動パワーステアリングのシステムを評価する部屋になっております、はいはい、実際にこのシステムが車に積まれた時にどういう制御になるのか、また音ですね、ここのシステムが発生する音を実際に測っていかに静かなシステムになるかということをここでやっております。実際にハンドルついてますからね、はい、これちょっとじゃあ僕も実験を体験させていただけるんですか。はい、ぜひ触ってください、はい、じゃあまずはい、バネの電動パースが効いてないところから触ってください、はいはい、あ、
あ、これは本当にいわゆる重捨て状態。そうですね。ね、本当にハンドルが切れないと。であ、なるほど。はい、かなりしっかり手応えがあります。はい、じゃあこれをパワーステアがオンにした状態。はい、あ、軽い。そしてフィーリングが滑らか。なんか本当に出たての電動パワーステってちょっとなんていうか人工的な感じあったんですけど、今のはすごく滑らかで、そのフィーリングの良さでは油圧がいいって言われてたんですけど、もう今やどれが油圧でどれが電動かっていうのはもう分からないぐらいね、はい、電動の、性能が良くなってるんで。それと音ですね、昔の電動パワーステリングを回すとジリジリジリ、はい、ジリジリジリって音がしてたんですけど、これ聞いていただけるとほとんど音がしないと思います。全然聞こえないし、この滑らかさ、これがサーボモーターがアシストしてるわけですから、そう考えるとこのナチュラルさはすごいですね、やっぱり、はい、まだまだこれだけでは終わらない。まもなく世界デビューを果たす電気自動車 EV の心臓部、トラクションモーターの試作現場を見せてもらった。ものづくりが行われております。いや、僕ここで実際にものを作ってる現場が見られるとは思いませんでした。そうですか、いろんなね、試作品はね、全てこの滋賀で作っていくんです、特にこの大型のトラクションモーターをですね、現在1日に6台作って、お客様のもとにずっと中国に輸出してるんですけど、これをですね、今来月ですね、5月に発売ですので、はい、そこを最後のですね、試作の繁忙期に入ってます、はい、でも僕がびっくりしたのは、めちゃ人たくさんいるでしょ。で、実際にこう手動かして作業してありますやんか。こういう現場があるんですね。そうなんですよ、やっぱりね、特に若い人たちにはね、はい、机の上だけの仕事を、はい、ではですね、よくわからないと。だからここではですね、現場で実際に自分たちが設計したモーターを作らせると、はい、これは教育の機会、機会にもなってるわけです、やっぱり素晴らしい設計をしても作りにくかったらダメなので、ここでね、自分で設計したものがこんなに作りにくいんだっていうのよくわかるわけですよ、そうすると次の設計は非常によくなっていく、そういう意味もあります。でも本当にこの滋賀で開発されたメインモーター、トラクションモーターがこうやって試作の段階を経て、もう最終盤に入っていると、はい、でこれが市販される。だから自分たちが作ったモーターが、まあ、これ試作車に乗るわけですけれども、それでも道走るわけですよね。そうなんですよ。ここでね、作ったモーターっていうのはもうテストコースはそうですけれども、はい、一般の道もやっぱり最後はね、試作車で走りますので、そのモーターに何かあったらね、例えばロックするなんていうのがあったら人の命に関わるがありますので、きっちり作り方もですね、教え込んで、あといろんなものが中に絶対に入らないようにクリーンにすると、そういうところに徹底的にね、気をつけて作っていると、そういう状況です。1995年、たった4人でスタートした車載モーター事業、長い年月をかけて今では日本電産の屋台骨の一つにまで成長してきた。日本電産は2030年に売上高10兆円を目指している。その中で車載事業は4兆円を占める。これから10年の事業戦略を聞いた。これはね、かなりの極秘のものを今作ってまして、今まで作ってきたいろんなコンポーネントですね、例えば電動パワーステ、それと次世代ブレーキと呼ばれる自動ブレーキのシステム、それと E アクセルと呼ばれる、トラクションモーター、これはね、車のね、走る曲がる止まるの3つの基本コンポーネントなんです。そこをね、我々は常に手に入れたわけなので、次はですね、やっぱりそれらを全部入れたユニットをですね、やっぱり考えてましてですね、日本電産の持ってる全てのコンポーネントを入れたモジュールをですね、開発して、売ろうというふうに考えてます。それがやっぱり2030年4兆円に行くためのキーコンポーネントとなるというふうに思ってます。私どもが作ってるモーターというのは地球環境に直接貢献する、今までのエンジンとかですね、油圧系で動かしてたものに比べますとはるかに効率がいいものです。だから
日本電産のモーターが売れれば売れるほど地球環境が良くなるという、自分が作っているものが地球環境に直接貢献するという素晴らしい環境がありましたよね。その素晴らしい環境をですね、十分に楽しんでですね、今後新しく入ってくるエンジニアにもこの楽しさをですね、しっかり分け与えてですね、成長していきたいというふうに思ってます。はい、ということで世界初公開の映像をご覧いただきましたけれども、早船専務もね、これはまた極秘ですけどって言ってどんな形かって大体皆さんお聞きになったら分かったかなという感じはしますが、秋元さん第一印象どうですか。いや、まずすごいなっていうのが率直な印象と、うん、何より、非常に印象深かったのは、ああいう技術を元になる人材ですよね、うん、そういう人材をとっても大切にしているからこそ、明日、強い技術が根付いていくんだろうなと思いながら拝見してました。二十数年前たった4人で始めたこの車載モーター事業なんですが、今やあの滋賀には1000人以上いらっしゃるということで、日本電産も毎年たくさんの新入社員とってますが、それだけではもちろん不十分で、既存の自動車メーカーであったりいろんなメーカーから日本電産に集ってくるわけですね。でそれはやっぱりこう大きな会社に今までいらっしゃると組織が固まっていると、うん、その中で自分の役割っていうのはあるんだけど、本当は僕これやりたいのにな、もっと次の技術に挑戦したいのになっていう思いをお持ちの方が日本電産にやってくると、まずやってみようそのアイデアっていう文化なんですよね、いやそれちょっと難しいからそれやめとかないということにはならない、ということになると、みんなどんどん自分が持っているアイデアをぶつけ合って、新しいもの、より環境に優しい製品というのが生まれてきたんだということで、業界のそうですね、規制の概念にはまらない、収まらない面白い人が、面白いことできる土壌があるのかなというふうに思いましたね。人が育つ、そして人がチャレンジできる、そういう人を大切にしているっていうところが、非常に印象深いなと思いながら拝見してました、今は本当に自動車100年に一度の大変革期と言われています、電動化が進んでいきます、自動化が進んでいきますというこの動き真っ只中の中で、日本電産はそれに必要な要素、もうすべて今の時点で兼ね備えているというのが、本当に将来4兆円今4000億円ですからね、これが10倍になるということですが、これは実現可能性がすごく高いんだろうなというような印象も受けました、そして今日のお話なんですけれども、滋賀技術開発センターではビジタネでご紹介をしましたトラクションモーター e アクセルをはじめとした車載新製品の説明会が開かれましたので、その模様をご覧ください。今日午後の説明会では、今月15日から中国に建設した新工場で量産が始まる出力150キロワットの e アクセルに加え、小型車の領域をカバーする70キロワット、100キロワットの2機種について来年以降の発売スケジュールが発表されました。また2030年に向けて新興の自動車メーカーへの供給を念頭に、電気自動車プラットフォームを商材として提供するという目標も示されました。そして次世代のアンテナ技術を応用した製品も発表されました。このアンテナは2014年から開発が進められているもので、 20GHz 以上の幅広い周波数の帯域に対応し、電波の効率も良く低コストで生産できるということで、カメラと組み合わせた統合センサーとして製品化されています。このアンテナは次世代の通信規格 5G のアンテナとしても使えることから、今後設置が進むとみられる 5G 基地局用のアンテナとしてテストが進められています。また複数の電波を一つのアンテナで扱えることを応用した超短距離から中距離をカバーする新型の車載レーダーも披露されました。今日は超音波センサーを使わず、レーダーのみを搭載して障害物を検知し、自動駐車を行うデモンストレーションも行われました。新しいアンテナを使ったミリ波レーダー、非常に高精度なものになっております。このミリ波レーダーだけを使ったこの自動駐車、今やってますけれども、世界で初めての技術だというふうに思いますので、これをですね、今後、この自動
化の波の中でですね、非常に大きなビジネスチャンスがありますので、広げていきたいというふうに思っております。まあ、ビジタネの手段の中ではこの自動運転化に関わる技術っていうのはご紹介する時間がなかったのでモーターの話になりましたけれども、自動運転の技術もあそこまでスーッと止まってましたね。もう実用本当に間近っていう感じがしましたね。まあ、これでねモーターを使えば、世界の環境問題これを解決できる、一つの大きな要素になる。それから自動運転技術が進化すれば事故がなくなる、人の命が守れるということで、ますますその需要は増えてくると思うんですが、その主戦場になるのはアメリカでもヨーロッパでもなくて中国だって、これもキーワードの一つだったと思うんですよね。最も人口が多く最も車が多い、その中国に最初から焦点を定めて飛び込んでいかれる、ここに日本電産さんが本当に世界の中で大きなシェアを取っていくんだ、そういう決意が感じられるなというふうに感じますね。これからもどんどん新しい技術ができてくるわけですけれども、その技術というのはああいう現場から生まれているというのが今日はご覧いただいてお分かりになったのではないでしょうか。日本電産滋賀技術開発センターを取材しました。以上ビジタネでした。お知らせの後はおさらいエコノミーです。京都の経済ニュースをおさらいします。